コロナ挑戦の際、本日の式典を再開させていただきます。本当に近隣協会の方々、特に清水会長を含め室内の協会者の方々、室内室内、それから本日本人の協会者の方々、ご理解改めて協会の皆さん、本当に誠におめでとうございます。先ほど吉田会長からもご挨拶の中にございましたように、日本橋の橋の田んぼから100お返ししましたところ107年ぶりにこちらの方に投票するということだそうでございます。お祭りは江戸時代からずっと続いているんだというお話でございます。これは江戸時代の3代豊国、2代広重が描いた江戸の末期に描かれた浮世絵でございます。これは有名な歌舞伎役者だそうです。日本橋の橋のたもとのところからずっと江戸橋を眺めまして、向こうの方に蔵がずっと並んでおります。これ鰹節屋さんのずっと蔵だそうでございます。今こちらのお宮は今神田明神の方にお宮がございます。どうも皆さんおめでとうございます。今日はこの八雲神社天皇祭の大神輿渡御ということで、初年のお祝いということで皆様お集まりをいただきました。日本橋愛に満ち溢れる私といたしましても本当に嬉しい限りでございます。ここまで、このお話が来るのにも結構いろいろな意味のお話もございましたけれども、周辺町会も皆さんこの お祭りを大いに盛り上げようじゃないかという皆さんのお気持ちも揃った上で、今日のこの初年祭ということで、もう御霊がこちらに入っておりますので、これは実は神田神社の御霊が入ってございますので、間違いなく日本橋小倉町周辺の外国の皆様方の安寧は間違いないと思いますけれども、今日神輿渡御をしっかりやらないとまだちょっと危険もあるかもしれないから、今日大いにお勤めいただいて、ますます町が安全になりますことを皆さんで記念をしていただければ幸いだと思う次第です。担ぎ手総勢700人以上でございます。今回はですね、先ほどから受け付けをしておるんですけど、お手にですねリストバンドを巻いていただくことになっております。これは日本橋のお橋の上のところの担ぐ場所を表しているカラーですので、皆さん譲り合いの精神で楽しい時にしましょう。よろしくお願いします。よーさあ、いよいよ始まりました。宮崎でございます。皆様、大きな手拍子でお見送りください。大見越し、宮崎でございます。宮崎もうちょっとない。
感謝よーっ。